ついに最後の手段。最後。最後の手段。天一。お天下一品でございます。お天下一品大好きよ。ずっと好きやけど、お天下一品ってなんか、ほんま最後の手段感強いよな。なんかそれ、消去法でみたいに聞こえる。好きゆえに簡単に出したくないという意味で。あれはな、取っていいんかみたいな、ちょっと言うような店員さんにお願いして。取ったあかんそうやもんな。そうそう。じゃあいいですよって言ってくれて、ただその他のお客さん絶対ちょっとも映らんようにしてほしいから、ということで4人席で、ソファー席に偏った形で。並びで。割りはずいな。なんか、一生こんなことしていくんかなとか考えるの。そんなことないでしょ。もしかしたらさ。YouTube ずっとさ、飯、お前以外と一緒に飯食うた記憶とかももうなくなっていくんかな。なやろ、だって毎日動画で残っちゃうねんから。こっちやろ。でも楽屋とかさ、テレビ出だしたらこう、弁当があるから、うん、ケータリングで楽屋あってみたいな、はい、めちゃめちゃ楽なるよ、撮影。そうよ、確かに。ちょっとあれ言っちゃう？もう言っていいかな。どれ？多分情報解禁まだやけど、出すの遅くしたいけど、上方漫才大賞。上方漫才協会大賞な。協会大賞。大賞ノミネート。そして新人賞の方に。6組に選ばれる。ノミネートされました。ラスト6組に残ってると。壁ポスターさん、ドーナツピーナッツさん。ふみ。ふみ。大穴やな。大穴。俺らと一緒よ。ふみと東京からぼる塾令和ロマン9番が入れた。でね、これは、当日、11日当日のネタバトルによって決まる。正直ね、名前とか今年の功績とか見たらボロ負けそうねんけど、まあね、その日買っちゃえば、その日ね、テンションで、うん、持っていけるやん。去年誰か知ってる？誰ですか？チェリーダイソン。ああ、そっか。だから持ってってるな、その日。絶対持っていってるやん。しかもコントってさ、コントが取るんかなとかも思われてるはずやん。確かに。それでも多分受け切ってんの。ありがとうございます。最高。ありがとうございます。来ました。ちょっとそんな話してる前に最強ラメーン、ズビーン、板前だっていきます。板前だけです。うわ、美味しすぎて全部食べちゃった。まだあるやろお前。おい、いいね、初めてみたいに聞くスキル身につけてるやん。鈴木バイダンと遊びすぎた。いや、遊ばなすぎてる。もう京都発祥ですからね、天一は。地元みたいに言ってくれよ。京都のね、あの北白川というところ発祥ですから。本店があんのよな、あそこに。ね。あれ有名よな。うわぁ、好きや。もう大阪おるときむちゃくちゃ行ってたわ、大黒町にあってな。天一？うん。これや。俺の初めて連れてこまったとき、うん。俺のあの、お父さんがね、藤原のパパが、うん。藤原のパパがすごい好きで。おぉ。で、うん、天一行くかってなって、うん。行ったことなくてさ、人生で行く。うん。めちゃめちゃ好き嫌い分かれるから、あの好きな人めっちゃ好きやし、うん、嫌いな人全然ダメやし。好きな人が多いんちゃう？まあ、でもめっちゃ好き嫌い分かれるから、うん、切るかな。ほんまに好き嫌い分かれるからなって、俺ハードル上げられすぎて、うん、めちゃめちゃうまく感じて、俺すげえまずい夢やと思って食ったから、うん、なるほどね。めっちゃ好きな。お父さんの作戦勝ちや。作戦勝ち。いや、なんなんかな、これこんなにもご飯欲しくなる、ラーメンなくない？確かに。これ以上こってりしてもないよ、俺あかんのよ。ほんまにうまい。この辺から遊び出すよ。で、チャーハン、これね、チャーハンもうまいね、天一。で、上方漫才協会大賞ね。うん。俺はもう一回取ってますから。何を？トータルコーディネート部門賞へ。何やねん、それ。幻の第3回で終わった。終わるってないよな。始まるわけ聞くけどさ、うん、途中から始まるわ。なくなりました、部門として。なんか置いといてくれたらな。でも見た？今回第6回やんか。いや、まあ第3回なくなってんけど。うん。トータルコーディネート部門。うん。トータルコーディネート部門賞って、あの、衣装の良さを競う部門があるんですけど。うん。それ俺、第3回って撮ってて。うん。第6回、まあ、もうなくなってんねんけど。うん。なんか、吉本若手、おしゃれ、ダサいランキングみたいな。なんか、ちょっと名残みたいなランキング残ってる。え？今回？うん。大阪？わからんけど、俺らは知らんから。私服、おしゃれ、ダサいランキングみたいな。服部門としては残ってます。ありかなしかで言うと、ガンダム。いや、だからね、受賞歴をさ、作りたいじゃないですか。コンビとしてね。こればっかりはやな。こればっかりはほんまに大事やから。ちょっと譲ってほしいもんな、そうそう。譲ってほしい。で、一組ずつ挨拶回るよな、まず。うん。あち着いたら。令和ロマンには最後ダメ押しで結構高い飯を食って。あ、いいね。遅刻とかさせる？すっごいうまい飯食わして。混乱させて。遅刻とかさせて。で、まあ、ボルジェクは本気でお願いしたらほんまにいけそう。でもな、3人に言ったらふわっと流されるから。田辺さん。
ちょっといいですかって二人で呼び出して、もういいでしょと、土下座濡れてるんだから土下座。向こうもドーナツピーナッツさんね、やっぱ平沢さんはなんやかんやね、ノリにしたら落ちるの面白いみたいな空気に持ってったら、いける、そんなバカじゃない。で平沢さんそっちで攻略考えろ、優しい先輩なだけだ。でトミは普通に二人ともねギャンブルするの、うん、4000円ずつぐらい出したらいける。なるほどね、買収、うん、で大阪もう一組誰やっけ、食べポスターさん、ここは動かんな、食べポスターさんよ問題は。さっき大喜利振って、うん、こんな負け方は嫌だ、どんな負け方言ったら一番面白い負け方してくれるかもしれない、うん、わちゃフェスみたいにしてくれるってことは実際に最後に見せてくれてみたいな。これはもう消去法で受賞、受賞、やれること全部やってるやん、うまいわ、久々に振ったマジうまいな、ペロリや結構楽しみやな。でも大阪帰るな、なんか大阪から東京来て髪型で一発目撮るってええな、それかっこいい、大阪の人しか撮ってへん、東京で人があんまないもん、そういうことか、うまいの東京だけっていうのはもうラフターナイトぐらいちゃうほんまに、そんなとこじゃない、確かに、それ俺ら応募の仕方知らんもんな、いやあれ呼ばれんねん、あ、ほんやん、で、月間1位になったら月間1位たちが最後に戦う、内地は月間1位になってますからね、今年すごいな、月間1位になったらどうなるの、それは毎月1位を決めてる状態で最後戦って決勝で伊藤ちゃんみたいに取って、パーフェクトいってんねん、あ、ほんまやな、ほんまそうやろ、うまてかさ、ほんまにさ、漫才とコントがさ入り混じってるコントあるやん、それこそラフターナイトも ABC とかもあれってさ、どうかむずすぎるよな、むずいし無理とも思うな、もはややっぱ同じ土俵に立っててできるわけない、評価が、僕はそうは思いません。僕はそうは思います。もっと強くいくことで耐えた。誰と戦うねん。今誰が敵やってんの。でもあれちゃう、今回全員漫才ちゃう。新潟漫才協会でしょ。新人賞。フミが今度の可能性やな。あ、ほん。フミコントやんねん。うん。なんか分も減ったやん、結構。あ、そう。うん。なんかもっとあったと思う。てな感じで、6日後ぐらい、5日後ぐらい、うん、ちょっと大阪にショートに行ってきます。ちょっと6組にね、残ってるということでチャンス到来ではございます。取りたいね、ほんまに取ろうか、でも取ろう、明日もお待ちしております。行けよ、そんな店でか、明日も、じゃあじゃあこれを俺たちの動画の挨拶に変えさせてもらって、なるほどね、そうですよ、明日もお待ちしておりますよ、皆さんも行ってくださいよ的なこともあるやん、いや、そっちはそっちもあってやろ、別になかったとしても途中からあっていいやん、ほな、編集頑張ってや、すいません。